来るわよ。え？あはは。これは、諏訪湖の力は今後想像する程度の能力。つまり大地に関する様々なことを操ることができるわ。あと、こうも言われているわね。土着人の挑戦、と。嘘でしょ。つまりあの人は神様で、その中でも強いってこと。でも厄介なのが諏訪湖よりも強い神がもう一人いるのよ。もしかして、さっき名前が出てたかな子っていう。今、かな子もこっちに来てるから、早く終わらせないとね。嘘でしょ、かな子まで来たら、もうどうしようもないわよ。そ、まさか、戦闘態勢に入っただけで、大地を揺るがすほどの力なんて。これは、私のあれを使うしかないわね。今使わないとすぐにやられる。アリス、私は戦うわ。こんなところで負けるわけにはいかないもの。そうね、何もしないより、少しでも相手にダメージを与えて、少しでも霊夢たちを楽にしてあげないとね。あはは、いいよ。それじゃあまずは、この一撃を耐えることができる。くる？え？でかい。そ、間に合え。結果、危機不分析、逆衝動説、そして、危機解放。追い越していけないそのわけが、いつにつもったのわかってるその日は、なんで永遠帝の人たちが私たちを助けてくれるんですか。あなたたち
時はエデン弟子の霊天を助けてくれたので、今回は霊天のお願いもあって、あなたたちを助けに来ました。ちゃんと約束しましたもんね。何かあったら助けます。で、だから、今、助けに来ました。ありがとう。けど、相手は諏訪子とかな子だけど大丈夫。ふふ、心配いりませんよ。そうね、霊凛とかぐやは諏訪子とかな子と同じ。幻想郷最強クラスなんだから。それじゃあ、霊凛はかな子、霊仙はあの巫女さんをお願いします。かしこまりました、姫様。絶対に勝ちますよ。まさか、あんたとやることになるなんてね。一度手合わせしてはみたいと思っていましたが、まさか、こんなところで戦えるとは思ってもみませんでしたよ。はは、これは楽しくなりそうだね。それでは、始めましょう。あなたの相手は私ですよ。いいですよ、私だって戦えるんですから。それでは、こっちも本気でいくわよ。いつでもかかってきてください。あなたの相手は私たちですよ。まさかあなたたちが相手になるなんて思わなかったな。すごい、まさかこんな強力な助っ人が来てくれるなんて。希望が見えてきたわね。それでも、諏訪子はすごく強いわ。油断してはいけませんよ。はは、それじゃあ改めて始めようか。今度は少し本気でいくからね。さっきとは全然違う。これが幻想郷最強クラスの力。ふふ、それでは私も少しだけ。なんだい、竜の首の玉、五色のガンガン。最強祭りじゃ、わっしょいわっしょい。どうしたの、うぷむし。なんか、幻想郷最強クラスを出しすぎて、戦闘シーンをどうしようか悩んだり、今回の話で出てきたキャラが多すぎたから編集が今までより多くなったというのもあって、現在脳内を祭り騒ぎ、だそうです。脳内を祭り騒ぎなのはいつも通りだけど、こうもうるさいとトークができないわね。少し黙らないと私の無双封印が炸裂するわよ。何のことかな。あ、戻った。まったく、まだ中盤なんだからしっかりしなさいよ。いやーさすがに多すぎたね。今回の動画で11キャラ出してるけど、もう編集が大変で大変で。でも、それを編集するのがうぷ主の仕事でしょ。しっかりしなさいよ。そうだよ。ゲーム実況を犠牲にして、今全力でストーリーを進めてるんだから、視聴者さんに楽しんでもらえるように頑張らないと。そうだよね。手抜きはしたくないから、時間はかかるけど頑張っていくつもりだからね。そうね、あと今回最強クラス4人出てきたけど、本来幻想郷最強クラスって何人いるのよ。そうだね、他は違うかもしれないからパトパトチャンネルの設定ということで言うなら、最強クラスは8人です。8人もいるの？しかもそのうちの4人がいるなんて、恐ろしいね。まあ、昔のことだから言いたくないけど、その最強クラスの8人って私も入ってるのよね。え、そうなの？うん、劇中のアリスが言ってた、前世紀の頃の霊夢が最強クラスだったんだよ。まあ、最強くらいじゃないと異変解決とかできなかったからね。ここ最近は平和そのものだったからかなり力が落ちちゃったけど。そうだったんだ。つまり、これからの霊夢にこう動きたい、ってことだね。さあ、いつになるかね。それじゃあ、今回はここで終わりたいと思います。次回は最強クラスの戦いが繰り広がっていく中、せっかちゃんとアリスさんはどうなっていくのか。次も見逃せないわよ。それでは、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。
面白かったらぜひチャンネル登録お願いします。また見てくれると嬉しいんだぜ。他にもいろんな動画を出してますので、そちらもチェックしてください。絶対に見てよね。次の動画をお楽しみに。それでは次回でお会いしましょう。さよなら。